東野明子は日本のフィギュアスケート選手。現在は高知県アイスダンスのテクニカルスペシャリスト。スポーツ解説者。パートナーは松村達郎。学習院大学文学部史学科卒業。1988年、松村達郎とカップルを組み、全日本選手権で滝野薫、滝野健二組に次いで2位に入る。その後、1991年まで同選手権では4年連続の2位となる。引退後は、プリンスアイスワールド出演を経て指導者の道に入り、新横浜スケートセンターでコーチ。また、ISU テクニカル、スペシャリストとしても活躍し、2014年のソチオリンピックと2016年と2019年の ISU 世界選手権ではアイスダンス競技のテクニカルスペシャリストを務めた。2008年、テレ朝チャンネルによる2008、2009 ISU グランプリシリーズでテレビ解説デビュー。現在は J スポーツで解説を務めている。日本スケート連盟フィギュア歴代記録アイスダンス。アーカイブド2014年2月19日、at the way back machine、日本フィギュアスケーティングインストラクター協会関東、オリンピックウィンターゲームズソチ2014オフィシャル、リザルツ、インターナショナルスケーティングユニオン、2020年7月23日、閲覧、ISU ワールドチャンピオンシップス2016オフィシャル、リザルツ、インターナショナルスケーティングユニオン2020年7月23日閲覧 ISU ワールドチャンピオンシップス2019オフィシャルリザルツインターナショナルスケーティングユニオン2020年7月23日閲覧ありがとうございます。